公益大に関わる人や取り組みにスポットを当てる公益パーソン。今回はウェブサイトを使って将来の魅力を発信するスキップをご紹介します。港オアシス祭りという酒田市のイベントがあるんですけども、その時に、このスキップサークルで、オンラインゲームを考えまして、それを来場した皆さんに楽しんでいただくことができるのではないかと思って今工夫して作っているところです。完成したゲームは酒田海洋センター内にある QR コードを読み込み、キャラクターを育成していくというもの。庄内の海の歴史や文化をゲームを通して楽しみながら学べます。楽しいです勉強しながら回れるという、私たちもこう外に出て地域の人と触れ合えてとても嬉しく思いますし、そこで学ぶことも多くて少しずつですが手応えを感じています。